どうもこんにちは、セナです。今回もゼノブレード3頑張って実況していきたいなと思っているわけなんですけれども、前回眼帯の源田鉄章さんの女体化サイドテールの彼女が出てきたことにより僕たちの心はざわついて、あーエーテルチャネルめちゃくちゃ落ちてるんですよね。もうやばくない？数すごい。先ほどのエリアでも回収したかのように思えたんですけど、まだまだ転がっている。あ、そういえば見つからないように行けって言われてたような気がしたな。ちょっともらいつつ目的の場所までできる限り隠密作戦で行ってみよう。こっちね。もう見つかりませんよ。行くよ。はいはいはい、こっちね。よしよし、あ、大丈夫っぽい。コンテナに紛れつつ来た。コロニー5へ輸送する分はすぐに輸送機へ積み込んでくれ。そっちはキャッスルへ運び入れろ。キャッスルに向かうみたいだ。あのコンテナに入ろう。入る？ランツさんかわいい。よし、積み込みを開始してくれ。ケベスキャッスル、簡単に潜入することができてしまいました。熱探知センサーとかなかったんか。整備用ハッチの場所は上層にある兵員待機区画だ。まずはあの昇降機に乗れる階層に行く必要があるな。監視はいないようだね。黒い霧結構出てましたもん。移動するなら今だな。とはいえここは屋内だ。慎重かつ迅速に移動しよう。ええ、もちろん。ここどこ？慎重迅速一直線にか。敵に見つかってもなんだかんだ巻くことができたので、すぐ目的の場所を突くことができました。増えてきた。そこの奥行くのかな。強いのもいるぜ。よし、ここのなんか42レベルのドミネーターは30分ぐらいかけて倒しておきました。羽が乱れちまった。売られた喧嘩は買ってやる。まずい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 。行き止まりだ。何いるの？大戦争だ。いつも雨降ってるような気がするな。見えたもん。あれがアナイアレイターも。ついた？めちゃくちゃ大きいですもん。太い。確かにあんなので撃たれたらコロニーの2つや3つ一瞬で消し飛んでもおかしくない。急がないと。もし今動き始めたら。図面が正しければあの基部にオートバランサーがあるはずだ。それが目標だね。ああ、あ、危ない。こっちか。あのごついのぶっ壊すのは骨が折れるぞ。オートバランサーを破壊すれば自重で落下するはずだ。近くで見るとさらに大きいな。ノア、あれがオートバランサーだ。
ああ、図面通りだな。んじゃ、やっちまいますか。セナ！分かってる。悪いがこいつを破壊させねえ。お前は？よう、久しぶりだな。メビウス、なんで俺たちのことが。頭悪いだろ、お前ら。確かに霧のせいで正確な場所まではわからんがな、大まかな場所ぐらいはわかんだよ。キャッスルエリアでお前らの反応が出りゃ、ただ通り過ぎるだけじゃねえってのはバカでもわかるぞ、普通。触るな、あいつ。上から目線ですもん。波長が合わねえんだろ。よかったじゃねえか。ギョラン、お前もいたのか。のとはちょっと違うみたいだけどね。ま、詳しくは N に聞いてよ。 N？ P と O をぶっ倒したってな。やるじゃねえか。バカだからね、あいつら。制限時間を超えてインタリンクするとかさ、バカの極みだよ。制限時間、やはりそうか。ま、あいつらと一戦交えたってんなら話は早いや。つまりはそういうことだ。うん、そういうこと。なるほどな。どう？あの二人よりかっこいいでしょ。今度こそ勝てるもん。やってみなきゃわからん。やってみなきゃって半分はヨランだよ。んなことは承知だ。ノア、迷ってる暇はない。エセンのためにもアナイアレイターを破壊するんだ。散々煽られてきてはいますが、失勢感をバカバカ倒されてるのはそっちなんだぜ。相手にならんぜ。本当？やばいもん、ノア。分かってる。その目、怖えんだろ、この俺が。
わかんだぜ。何度でも殺してやるよ。変われ、僕へ。行け、モード。どうかな。お前、爆弾。やった。いや。ヒョランか。残念でした。僕を何とかしないとね。君たちに勝ち目はないよ。なら、あっちをやりゃいい。ミュウちゃん、そいつを押さえてて。分かったわ。この突起はただの飾りじゃねえ。わずかな大気の流れでも探知する、いわばセンサーだ。この目で見なくてもおめえらの動きは手に取るようにわかるよ。わかんねえみたいだな。キリコ、その通り。バックダウン。てめえ、最初からそれを。お前、あたしを舐めてたろ。ビビったと思い込んで状況の変化を見落とした。ああ、ビビったさ。だからって諦めたりはしねえ。逃がすかよ。ユニ、分かっ
やったのか。いや、奴に打ち込んだモンドの一辺、消滅した気配はない。おそらく逃げただろうな。そうか。ユニ、あいつと会ったことがあるのか。僕たちがウロボロスとなったあれより前に。わかんねえ、わかんねえけど、この体が覚えてるんだ。あいつは、あの爪は。なぜメビウスたちが存在するのか、それと関係しているのかもしれないな。だったら、それを知りて、知って、抜け出したい。粘りつくようなこの感触から。ユーニ。考えるのは後だ。今はここから脱出するのが先だ。そうだね。アナイアレーターは破壊できたけど、キャッスルが解放されたわけじゃない。